人生初の写真集でございます。ソロでは初めてです。 AKB でいつもやってたんで緊張しますね。将来大きくなって、あの頃君は若かったみたいなテレビとかでこう写真集とか出された時にすごく不細工だったらすごくショックなので、まあ自然な感じなんですけど、なるべく変なところは映さないように楽しんでやれればいいなと思います。これやばい。かわいいじゃん。これやばい。動きがあっていいですよ。やばいですよこれは。見せてください。うわーっつってる。いやーこれやばい。これでも果物入れなくても。これいいですね。撮影2日目です。
残り少ない時間なので、いい作品ができるようにもっと頑張りたいと思います。こんにちは、自撮りです。いわゆる自撮りです。どうもこんにちは。最終日になってやっとスタッフさんとすっごく仲良くなりまして、初めの頃は緊張しちゃって敬語とかもバリバリ使ってたんですけど、もう今じゃすごい楽しくなって、一緒にお風呂入る仲になったりとかなりましたよね。楽しくなったんで別れるのがちょっと寂しいですけど、頑張って、いい作品、これまた昨日も同じこと言った気がする。頑張って、いい写真を撮って悔いの残らないように頑張って東京に戻りたいなと思います。グー。
終わってところどころでプラとか見せていただいたんですけれども、まだ本当に出来上がったものは見てないんですけど、私の中では全てが良かったんですけど、やっぱり特に良かったのはですね、紫のワンピースを着て夕日のとこをこう眺めてるところの写真があるんですけど、すごいそれが私の中でお気に入りで、すごいなんかそれを見るとっていうか全部の写真そうなんですけど、あ、この時こんな感じのこともあったなとか、私さまざまなところでちょっといろいろなハプニングとかがありまして、そういうこととかも思い出せてすごい楽しいんですけど、皆さんはどの写真が一番気に入っていただけたのか気になるところなんですけれども、すごくいい写真が揃ってますので、1回目、2回目、3回目何度でも読んで楽しんでいただければなと思います。これで、オノエレナのことがいろいろと分かれたのと思うので、これからもどうぞよろしくお願いします。あ、私は AKB48 の劇場で生で見れますので、写真だけじゃ物足りないっていう方はぜひ劇場の方にも来てください。すごい楽しい思い出をありがとうございました。そしてこれからもオノエレナをよろしくお願いします。じゃね、バイバイ。